ゴーカーチャンネル。まあでもこの手のですね車に乗るとやっぱりこの電気の静けさっていうのは普段こういった車に乗っていないとすごくこう新鮮に感じて面白いですよね。この辺りは上り勾配ですが、もちろんマックス E ドライブにしていますので、電気だけでエンジンなどかかることはありません。ハイブリッドの車だったらこういったところでどうしてもエンジンがかかってしまうと思うんですけれども、この車はそんなことはありませんね。このステアリングのフィーリングに関してはノーマルのミニのベーシックモデルより私はすごく電動パワーステのフィーリングはいいなと思いますね。私がよく言うそのこうドライな印象で自然にできると、中央に戻るのもしっかりこう戻ってくれる感じがあるので、長距離ドライブなどでもこの車は疲れにくいと思いますね。今電気だけで走っていますが、この電気だけの車っていうのは他の音が気になってしまうんですね。今一番気になるのはロードノイズですね。風切り音もこんな A ピラーが立ってるのでうるさいかなと思ったんですが、それほど気にはなりませんね。問題ないと思います。でこの辺り路面が荒れています。乗り味は多少硬い感じはしますが、角はしっかり丸められていますので、乗っているフィーリングは気持ちのいいものですね。私はこの乗り味いいと思っています。では今度は逆に西部で、電気を残しておくためにエンジンだけで走ると、エンジンを積極的に使うというモードにしていました。こうなると、まあ、普通のクロスオーバーと同じような感じになるとは思うんですが、まあ、今更ながらですね、この車に搭載されているエンジンは 1.5 リッターの直列3気筒のターボエンジンなんですね。でこのまあ、いわば、普通のですね3ドアや5ドアと同じエンジンが乗っかっていて、それに重たい、ものが乗っかっているわけですが、それでも、やっぱトランスミッションとの相性もいいんでしょうか。これは6速のオートマチックトランスミッションと組み合わされていますが、パワー感はそれほど不満はないですし、何より驚くのは3気筒なのにその3気筒のネガな部分をほとんど感じないんですよね。どうしても3気筒っていうと4気筒よりはバランスが悪くなってしまいますので、こうブルつきなどを感じることが多いはずなんですが、そんなこともありません。こういうところもこう低速になってきても全然乗り味で不快に思うようなところはないですね。こういいですね、なかなか。今、まあ、結構ギリギリまでエンジンはかかっていたようなフィーリングでしたけれども、アイドリングストップに入ってもほとんどというか全くその振動を感じません。この制御の方法のうまさっていうのはかなり見るべきところがあるなというふうに私個人は感じますね。で、この車の場合は布のファブリックシートが採用されているので、なかなか普通の車だとそこまでやらないんですが、シートヒーターが装備されています。3段で、装備されています。まあ、これは、まあ、ひょっとするとハイブリッドだからというようなところもあるかもしれません。ハイブリッドの車だとどうしてもですね電気をたくさん使うということがあって、ヒーターを使うとかなり電気の消費をします。そういったことで、ヒーターは少なめで、シートヒーターをより、効かせて、うまくやるというような配慮になっているのかもしれません。でここ最近のミニで一ついいなと私が思っているのは、この
エアコンの操作系ですね。エアコンの操作をするとここも一緒に色が変わって、だいたいこれぐらいの温度感ですよっていうのがこう分かるのがいいと思うんですね。ここの下を見ずに走行中でも軽くここを見ておけば、雰囲気をつかめるというのは安全のためにもプラスになる部分だと思います。さらにこのエアコンの吹き出し口のこの操作系、これはまあディーゼルのクロスオーバーの時にもお話はしましたけれども、とても一つの部分を触るだけで操作ができる、吹き出し口の出す出さないもここで操作ができるというのもいい部分だろうというふうに感じています。今これ、何のモードで走っていたかというとミッドモードですね、ミッドモードではあるんですが、電気だけで走っていますね。本当に先ほど申し上げた通り、この電気だけでも電気だけの時にこのいかにもこう後輪駆動感を感じるのが、面白いですね。これは新鮮なフィーリングで、ユニークな、この車の一つのユニークな特徴の部分だというふうに思います。でこのミニのクロスオーバーっていう車は、まあ、ディーゼルのモデルも私大変いい車だなと思いましたけれども、なんて言うんでしょうね、まあ、乗ってて楽しいのはひょっとするとこっちかもしれませんね。まあ、この車の場合は、S の E ですね、クーパー S のさらに電気というようなことで S の E っていう風になって、私が試乗したのはクーパー D だったもんですから SD に乗るとまたフィーリングは違うかもしれませんけれども、この SE はやっぱり S っていう名が付いてるだけありますね。乗ってて楽しいです。エンジン音を聞いて楽しいとかそういう方のベクトルではありませんが、それなりにこれは、新しい、車の運転の楽しさっていうのを見つけることができると思います。ハイブリッドの車で私がよく、いいなと思うのはいかに電気だけで走ろうかと、エンジンを回させずにいかに電気だけ走ろうかっていう、いろいろ考えながら乗るのはなかなか面白いんですね。まあ、イコール、燃料節約にもなるわけですけれども、そういう別のこう考えて乗る楽しみっていうのがあるもんですから、そういう楽しみを見つけていただくのがいいと思うんですね。今これ上り勾配、結構ここ勾配あるんです、勾配あるんですが、これも後輪駆動電気だけで走ってますね。まあまあプラグインハイブリッドともなると本当にこの、電気だけで走れる能力っていうのが高まるもんですから、とってもこれはいい部分だと思います。例えば通勤をですね、往復で40キロもない、まあ、例えば30キロぐらいだとしたら、毎晩家で充電してしまえば往復で、電気だけで走ることができるんですね。そうなるとガソリン一滴も消費しない形になるわけですから、そうなればとてもこう、燃料を節約するのに役立つと、いうことになるんですね。こういったところもこのプラグインハイブリッドの一つ魅力的な部分であると思います。こんな上り勾配でもアクセル結構強く踏んでもエンジン始動しませんね。割とこのミッドモードにしていてもですね、この車の場合は電気で走ろうとする能力が高いんだなということが予想できますね。この辺り少し曲がりくねったところへ入ってきました。先ほどこの車は SUV でありながらも、私の SUV のその考えとしてはですね、やっぱり背が高くなるからどうしてもロールは大きくなるし、ブレーキを踏みは、無駄な動きが生じるというようなのを常に思っていて、やっぱ車のなんていうか理想系はセダンかなというふうに思っている一人なんですが、このミニのクロスオーバーぐらいの背の高さだったらそれほどこう横傾きの不安感もないですし、中に乗っている乗員の方の車酔いの仕方っていうのもそれほどないのではないかなというふうに思いますね。今下り坂ですが、こういった時にもアクセルを離していれば結構強い回生ブレーキが効きますから、速度がどんどん上がっていって危ないっていうようなこともありません。むしろちょっとアクセルを踏みたいなと思うほどです。そういった点からするとマニュアルモードで強い回生を効かせたいなというようなものは
この車には、このマニュアルモードにして、エンジンブレーキをかけるような方法でやるような形になりますけれども、そんなことをせずにしても、うまくブレーキがかかってくれますから、下り坂でどんどん速度が上がって不安になるというようなことがないのも、この車の一ついいポイントだと思います。